のドゥというのは D の音ですが、だけどどんどん切り進んでる。力は入れなくてもイノベーターマルチツールキットは仕事をしてくれるんだ。もちろん他の作業もイージー、カットしたり砕いたりヤスリがけも振動によって作業が楽々。僕は介護するだけなんだ。自宅や職場で何か修理をするとき狭くて大変だったりすることがある。そういう時こそイノベーターマルチツールキットが音量を発揮。左右どちらの手でも作業できるよう、ブレードは自分に合わせて取り付けられる。刃を入れたらあとはこの通り。他の工具じゃ真似できないよね。イノベーターであればね、本当に即に対決の、もう面白いぐらいにこうね削れていくんで、もう楽です。リゾートハウスを経営する針山さん、ハウスではイノベーターが大活躍だそうで、板に正方形の穴を開けるけど、あ、立ってる、うん、これはなぜこのような機械がついてるかというと、もちろん製造過程でローラーで引き伸ばす時にその跡がついているっていうのもあるんだけど、ギザギザをつけて表面積を少なくすることで髪を剥がしやすくするという効果もあるのにゃ。髪にひっついてる表面積を少なくするという、そういうことなのにゃ。髪にひっついてる、気持ちよく剥がれるの、くっついちゃうかもしれないですよね。そうにゃ。こちらも懐かしいラムネで喉を潤すことに。特別にお店の中で飲ませてもらったぞ。えの、押さえて押さえて、うまいです。うまい、はい、じゃあちょっと、はい、どうぞ。かわいい、かわいい、冬なのに、いやー、おいしい。いいね、ここで若い世代は意外と知らないラムネの飲み方を主人が教えてくれた。ちなみに23歳の山本アナは知らなかったみたいだぞ。このビー玉はこのまま飲むと転がっていっちゃって、うん、昔懐かしいピンボールも大人から子供まで楽しめる。ここでもっと柴又が楽しめる情報をお届けする。こちらのせんべい屋、赤の屋、甘いも美味しいのを作りますが、フレッシュサナインツーディエラーで big Senegalese player gave that free kick away. Third goal for Dortmund would make a huge difference. Dreadful ball in. Sorry, favourable bounce, but doesn't make the most of it. And compounds the error.Hanover lose this afternoon. It will be an unwanted milestone. It will be their 400th defeat in the Bundesliga. Hanover the flick up. Swing scores. So comfortable in possession, Borussia Dortmund.Thomas Tuchel wants his change was to make them a bit more measured on the ball. Here is Crib for Hanover. Oh, that's a bad mistake. Subiak, 2-2. He's done it again. And he's Hanover's hero this afternoon. Artur Subiak hadn't scored since February, but he's got two in one afternoon. Oh, come on!
元の羊、山本アナは文字で今年の抱負、森アナは愛犬を描くみたいだ。これは普通にこのパレットに色を出して描くと、濃い場合はこちらで薄めていただくと色を描くと、はい、ここで T シャツに関する雑学を披露。 T シャツの由来知ってますよね。ごめんなさい、知らない、唐突だわT シャツって何です。 T シャツって知ってますよね。知らない。でも T の字だから、はい、語りです。はい、よかった。ここで終わりません。終わらない、ここで終わりません。はいはいはい、はい、聞きましょう。 T シャツは形から名付けられています。ではワイシャツはご案内しますか。ボタンを外した時の形が Y に見えるからっていうことです。そうそうそう、違うのないんだ。違うんです。違う、はい、ホワイトシャツということから、はい、ワイシャツになったんです。ホワイトシャツがなまって、ホワイトワイホワイトワイシャツ、ホワイトシャツ、ホワイトワイシャツ、ホワイトシャツ、なるほどね。そうなんです。さらに猫ちゃんから雑学があるぞ。T シャツのピンにちなんだ、もう一個だけ雑学なのに、あの突き当たりで左右に分かれた道のことを T 字路、 T 字路、この時点には正しくは定字路と言っているのに、まずは国語辞典で T 字路を調べてみると、定字路と書かれているわ。そして定字路を調べるとこちらにはきちんと意味が書かれているわ。どういうこと？で、T だ。その定字路がアルファベットの T に似ているので、今では誤って T 字路という言葉になり、それが許容されて、まあ、今では定字路、T 字路、どちらを使っても良いという日本語になったのに。誤ってで言葉になるほど。今日誰かに言いたくなったな。みんなは T シャツ作りに戻ったぞ。どうしようかな、やっぱ失敗するパターンだと思うな。私いつかわかんないの見えたんですけど、目心がない。嘘、ちょっと最後までちょっと楽しみにしてて。みんな真剣な表情だな。どんな T シャツが完成するんだろう。さあ、はい、できました。終わった、できた、できた、OK、最後の、OK、仕上げの。では、T シャツができたようなので、楽しみです。では、お願いします。はい、ありがとうございます。どうですか、私の渾身の作品です。かわいい2015。はい、ちょっと1月20でもちょっとね、水つけすぎたっていう水つけすぎたんです。いや、市川さんが描いた羊っていう雰囲気があります。気になるのが、耳と尻尾が長いです。耳が長い。散歩するときに着るわよこれ。
スイッチもできると。ねえ。自分で描くオリジナル T シャツの他にも色や柄を選んでオーダーすることもできるぞ。そして参道以外にも注目のお店が。個性的な柴又グッズを手に入れたい人はここ、アルト東京。シャレな店内にオリジナルデザインの雑貨を取り揃える。こちらは柴又の地図が描かれたバッグ。ランドマークをピンバッジで取り付けて地図代わりに使うこともできる。柴又土産としておすすめだ。この番組はご覧の本体の提供でお送りします。